吉宗評判記暴れん坊将軍。八王子千人槍同心一番組組頭大木半左衛門にござります。その方が八王子千人槍同心一番の使い手か。稽古をつけてもらうぞ。はしかし未熟者ゆえ何を申すか。千人槍同心といえば槍一筋の武門、遠慮は無用だ。はあ、参るぞ半座。ご無礼を。勝負あり。もう一番頼む。上様、余はその方に一度でも勝つまではやめんぞ。さあ参れ。では八王子千人槍同心とは、徳川家康が武田家の威信を集め八王子近辺に土着させ、甲州口の備えとしたのが始まりと言われている。平常は工作に従事していたが、槍奉行に所属する武士の一団であった。その数およそ1000人。特組に分かれ、この男大木半左衛門は一番組の組頭であった。参りました。こやつ、わざと負けおったな。いえ、それはその。あ、加納様。話せ、話せ。おい、じい。おためくださいますな。上様に代わりこのじいが、神座めの相手をつかまつりまするぞ。いや、若い頃八王子に槍の名人がありと聞き、井の中の蛙でわしが乗り込み、半座、お主に手痛い目に遭ったことは今でも忘れんぞ。いや、なかなかこの半座もしたたかにつきまくられ、世の中は広い、まだまだ修行だと思いました。大岡様もこのようにご出世なされ、上様も久方ぶりのご名君。この半座、いよいよに生まれてきたものよと思っておりまする。あの方角ですと神田の近くですな。殿、火元は幕老町の旗浦そうです。マグロ町の旗を？はい。どうした？マグロ町には八王子の者たちが常宿にしている旗本が。拙者これにて失礼します。仮にも武家の娘をそそのかし、行商人の真似事をさせるとは、伝蔵、わしは断じて許さん。申し訳ございません。焼けました反物の代金は私が必ずお支払いいたしますから。バカモン、反物のことなどどうでもいいわ。貴様一回。お父様、江戸へ紬を売りに参ったのは私の考えです。何だと？今までは伝蔵さんに買い上げてもらっていたのですが、江戸の問屋が伝蔵さんから紬を買わなくなったんです。それで私たちが直接売りに来たんです。伝蔵さんは心配して後を追ってきて、それで災難に巻き込まれたんです。せっかく織り上げた紬を焼いてしまったのは悲しいけど、伝蔵さんのせいではないんです。親には一言も相談もせず、行商人の真似事などいたずからだ。仮にも千人槍同心の娘がなんていうざまだ。旦那、ねえ旦那、そいつは酷じゃござんせんか。いや、だってそうでしょう。紬を一旦この折るには相当な苦労でしょう。その紬が折れなくなっちまったんですよ。そうすりゃ誰だって江戸へ出て直接売りたくなるのは、これは人情でござんせんか。そうですよ。紬をお金に変えて暮らしの足しにしようなんて偉い娘さんたちじゃありませんか。お武家の娘さんだから商いをしちゃいけないと言ったら、手内職や手習いを教えてるお侍さんたちはどうなるんでございます？それとこれとは違う。我々は食べていけるだけの田地を上様からいただいておるんじゃ。30俵2人扶持というれっきとした。失礼ですけどね、今時そのぐらいじゃとてもじゃないけど生きていかれませんよ。それこそ武士は食わねえと高い王子って言います。とにかくわしは許さん。内職に紬おんのはまあやむをえんとしてもだ。武家の娘は直接行商をいたすなどはもってのほかだ。このようなことが上様のお耳に達してみなさい。勝負の寄付も何もあったのではないわ。つまり言ったな、伝蔵さんがうちの方へ紬を買いに行くのは認めるわけですね。するってえと問題は伝蔵さんだ。伝蔵さん、江戸の問屋はなんで仲買人を締め出したんですかね。はい、江戸の問屋筋では八王子に出先を作り、そこで安く買い叩く腹のようです。なるほどね。ま、もう少し様子を見た方がいいと思うな。あ、それから娘さんたちはちょっと行商の方を控えた方がいいと思うよ。大木の旦那、お聞きの通りだ。俺のわがままなんだけど、あっしの顔立ってどうですかね。今度だけは一つ勘弁しちゃっちゃもらえませんか。分かった。今度だけは許そう。よかったよかった。みんなお腹すいたでしょ。ちょいとおにぎり持っといて。ただいま。ちょっとごめんなさい。お待ちなさい。みんな食べなさい。食べてくださいよ。頭、いろいろ世話になった。旦那、いいんですよ。あっしは旦那が好きになりましてよ。もし旦那が武家じゃなかったら、そうですね、火消しにでもなってもらいたかったですな。びっくりだ。わしはな、どういうものか子供の自分から家事が大好きだな。久しぶりで面白かった。面白かったはないでしょ。火事の報告に来た辰五郎の話ですから、まず間違いはございますまい。千人槍同心の暮らし向きはなかなか苦しいようでございます。しかし上様、暮らし向きが苦しいのは千人槍同心ばかりではございません。幕府の財政を立て直すためには全ての者が我慢をしなければなりませんわ。しかし幕府を支える大勢の武士がそれほど困っているとはな。清貧に甘んじ国を守るのが武士本来の務めでござりまする。上様のつらいお気持ちは同心どももよく存じておりまするわい。上様、質実勝負の気風を礎として幕府の再興を図ることこそ上様のご方針かと思います。この方針だけはどうしても守らねばなりませぬ。上様、このような問題に上様が立ち入ってはなりませんぞ。分かっておる。もうよい。お園。はい。辰五郎の家に参ると。上様、心配いたすな。そのことで行くんではない。先日日光山で山火事があったな。ああ、東照宮の間近まで炎が迫ったと聞いておりまするが、この先日光の山火事をどのように防ぐか、辰五郎の意見なども聞いてみたいのだ。じゃあどうしてもダメですかい。はい、こればかりはいくらめぐみの口利きでも無理でございますよ。今後八王子の織物は全て仲買人を通さず買い付けをする。これは江戸の呉服問屋の皆さんで決めたことでございますからね。よし、分かった。それじゃあこの話はきっぱりと諦めよう。その代わり一つだけ言っとくで。これは頭からの伝言だ。今後伝道さんの扱う反物は火消しの後ろ盾で江戸で裁かせる。直接小売りをさせる。もしそのことにケチをつけたら、この俺たちが黙っていねえで。いいな。伝道さん、蹴ろう。たかが火消しがなめた口を聞きやがって、ちょいと締め上げるか。ちょっと待て。あいだ、何してて。うるせえ。新さん、しっかりしろい。ほら、なんだよ、だらしがないね。うん、大丈夫ですか。ほら、自分で持ってな。お武家と違ってあしらにはその堅苦しい道理なんてのはござんせん。何、大木の旦那を助ける手はいくらだってありますよ。面倒を見てくれるというのか。はい、新さん、あっしらに任してくんなさい。そりゃそうと、新さん、今日また何か。あ、実は山火事のことなんだが。おう、この間の日光の山火事、いや、あっしも一度行ってみようかなと思ったんですが、どういう具合だったんですかね。うん、日光奉行の話によると、およそ20丁分の山林が焼けるという大火事だったそうだ。ところが日光奉行配下の者たちは山火事に不慣れで、消火に当たった者たち数人が煙に巻かれて死んだそうなんだ。なるほどね。日光を守るお役にし旗本の中の武芸の達人。しかし火消しはよほど苦手だったんでしょうね。その通りなんだ。しかしこのままの状態では。頭、一つ良い方法があったら教えてくれないか。そうですね。ねえ新さん、こうしましょうか。日光の百姓士集めて足が仕込むってのはどうですかね。残念だがそれダメだ。ことが東照宮に関わることとなれば反対する者が多すぎる。なるほどね。しかしこれは難しいな。しばらく考えさせてもらえますか。よろしく頼む。佐藤は伝蔵さんのことをどう思っているのです。どうってそんなこと聞かれても。それもそうですね。あなたとは幼なじみだし。でも本当に働き者ですね。お百姓を辞めて仲買人になったけど、あの人にはその方が向いていましたね。今にきっと立派な商人になりますよ。より父上の方が強かったんでしょ。うん、技ではな。しかし上様のあの気力は大したもんだ。あれが天下を治める器量というやつだ。へえ、天下を治める器量か。源太郎、お前ももう一人前だ。今に上様のお役に立てる時は必ず来る。そう信じて働け。百姓はな、国の礎だ。はい。佐藤、お米を買っていらっしゃい。いつもお雑炊ばかりでは野良仕事は無理ですからね。お嬢さん、お嬢さん、紬が売れますよ。紬が売れるようになりました。め組の頭が私の後ろ盾になってくれるんです。本当です。これでもう絶対大丈夫。お嬢さん、みんなに知らせてやってください。見事だ。この男、関東代官手つき赤垣十右衛門である。まがいものだな。ん？関の金本などそうざらにあるものでは。大枚を払ったのか。いや、沈没だ。やはりただでは技物は無理か。当たり前だ。まあ上がらんか。獅子鍋でも馳走しよう。房州の魚もあるぞ。おお、さすが関八将を治める代官所だな。こやつ見ておったな。誠に申し訳ございません。あの刀は私目には本物とばかり。まあよい。まあ座らんか。山田様、お初にお目にかかります。手前日本橋で呉服物を扱っております上州屋喜十郎にございます。朝右衛門、この上州屋はな、江戸地回りの産物の奨励という上様のご方針に結構役に立ってる商人だな。関八州の織物を扱う大手の呉服屋なんだ。おお、なるほど。朝右衛門も今では上様お試し御用。折があったらこの上州屋の名前だけでも上様のお耳に入れといてくれ。一つよろしくお願いいたします。さあ、極上の紬、八王子紬だよ。次も島織もあるよ。めぐみがおすすめする八王子紬、おお織り立つ。はい、上手。いらっしゃい、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 いらっしゃい。おお、じいさん、じいさんいらっしゃい。なかなかの繁盛だな。ねえ、じいさんも買ってよ。ねえ、これなんかどうかしら。やだ、地味すぎるわよ。あ、これがいい。ほら、新車にぴったり。こっちもいいけど、こっちもな。じゃあもらおうか。ありがとうございます。これで足りるかな。ああ、新さん、この間どうもありがとう存じました。こちらでございますか。これは一旦一両二分ですね。あ、そちらも一緒です。まあでも新さんならおまけに負けて一両で結構ですよ。そうか。はい。じゃあ。これだけみんなもらおう。ちょっと新さん、およしよ、こんな大金うちの人に叱られるよ。いや、うちのじいにもらった特別な金なんだからいいんだ。あ、そうだ、じいにも買ってってやろう。ねえねえ、おまっちゃん。ねえ、新さんのお家ってさ、やっぱり相当のお家柄なのね。だけどさ、先月の部屋代払ってないんだよ。そういうところがおかしいんだよ。何やってんのよ。新さんから部屋代取ろうなんてね、お姉ちゃんがおかしいわよ。何言ってんだよ。おかみさん、頭は？あ、頭は日光行ってるよ。山火事の様子を調べてくるんだって。そうか、行ってくれたのか。あ、いらっしゃい。お殿さん、どうですか。よろしい、よろしい。佐藤、一緒に帰るんだ。お父さん、あれほど申しつけたことがお前たちにはわからんのか。すぐ支度しなさい。半座、話がある。半左衛門。お佐藤はいくつになる。19でございまする。19か。どうだ、伝蔵の嫁にやらんか。半山には立派なせがれがいるだろう。上様、大木家は息子が継ぐ。娘は自由にしてやれ。伝蔵と佐藤が惚れ合うているのは俺にもよくわかるぞ。しかし上様、武家の娘を商人の嫁にやるのは半座としては辛かろう。しかし佐都にとってはそれが一番幸せではないのか。伝蔵はなかなかの男だ。今にきっと立派な商人になる。そうなれば正々堂々と八王子の織物を商うこともできよう。娘は多岐に嫁ぐのだ。商人の嫁が何をしようと大木家の武家としての立場に傷はつくまい。そうなれば紬を追って生計を助けている槍同心の家族がどれほど助かることか。違うか半座。上様、亡霊をお許しください。今の世は武士が武士として生きていける世の中ならば、私は胸を張って娘を伝蔵に嫁がせましょう。しかし今の立場でそのようなことをすれば、残念ながら食うための手段と世間の者たちに笑われます。千人槍同心そのものが蔑まれることに、それでは槍同心の武門の意地が立ちません。半座、天正18年、家康公ご入府の折、我らの父祖は八王子の地を賜りました。武田家が没落し、流浪の身であった我らの父祖に定住の地を賜り、武士として槍一筋に生きようというご恩情あるご処置、私どもはいつの日にか武士としてそのご恩に報いたい。それが八王子同心の心でございます。その願いが果たせるまでは。半座、もういい。よくわかった。上様、武士とは意地を通さねばならぬもの。たとえ汗我慢と言われようと、高楊枝と蔑まれようと、己の信念を貫かねばならぬ。半座、俺が悪かった。今の話は忘れてくれ。しかし半座、娘たちはあまり叱るなよ。じゃあいずれまた会おう。では紬売りの背後には恵と千人槍同士がおるというのか。はい、今一人の若侍は恵の用心棒と思われますし、このままですと八王子の織物は私どもの目の届かぬところで勝手に取引されることになりそうでございます。赤垣様、関八州の織物は全て私どもを通して売りされる。これが私どもと赤垣様のかねてからのお約束。そのためには今のうちに奴らの企みを叩き潰さねばなりません。一つお力をお貸しくださいませ。まあこのわしに任せておけ。め組の背後には町奉行の大岡がいるので手は出せるが、千人槍同心の方は元来徳川家のものではなし、百姓同然の奴らだ。まあこちらの方から叩くんだな。八王子近在にて織物をいたす者は以後先条件を厳守のこと。一つ、機織りをいたす者は百姓町人に限ること。一つ、勝手に織物を小売りいたさぬこと。一つ、仲買人の売買を禁ずる。関東大勘定手付赤垣十右衛門。お代官様のお達しとなれば守らねばなりません。残念ですが、しばらくの間紬を織るのは中止してくれませんか。理不尽です。私たちはお母様やおばあ様の代から紬を織り続けてきたのです。その紬を伝蔵さんのような仲買人に売ってきたんです。いくらお代官とはいえ、その権利を奪うことはできないはずです。みんなでこれから代官所へ参りましょう。はい。ちょっと待ってください。今みんなで陣営を仕掛けても一度出されたお達しを変えるとは思いません。それより私が一人で江戸へ行って町奉行の大岡様へ訴えてまいりましょう。でももしかして伝蔵さんの身に。私は覚悟はできています。皆さんが一生懸命織り上げた紬を守るためには私は初めから命を懸けてるんです。とにかく行ってまいりますから、それまでは静かに待っていてください。代官手付と上州屋が結託しているわけか。よし、分かった。引き続き見張ってくれ。はい。いいじゃん、お頭。行ってきました。ご苦労だったな。で、様子はどうだった？ダメダメ。全然なっちゃいませんね。日光奉行の役人ときたら、とにかく話になりませんよ。どうして？山火事を消すのにね、新さん。刀や槍持って行ったっつうんですからね。そうか。ねえ、新さん。新しく日光の山火事を防ぐ役所を作ったらどうです？それは俺も考えてみたんだが。今時日光まで行って山火事に立ち向かえることのできる奴がいるかどうか。いますとも。八王子の千人槍同心なんてのはどうですかね。大木半左衛門か。大木の旦那は三度の飯よりも火事が好きだ。大した身のこなしだ。それに勇気がある。ぴったりだと思うんですよね。うん。千人槍同士の中から毎月100人を日光に行かせる。交代で行かせれば1000人の同心全てが任務を果たすことができる。これは武勇の仕事だな。そうです。これはまさに一石二鳥の名案じゃありませんか。新さん、どうですか。頭、よく言ってくれた。すぐ実行に移そう。ただし火消しの訓練は頭にしてもらうぞ。えい、任してください。連城さん、お嬢さん。私も一緒に行きます。そんな。いいの、お母様も何もおっしゃらなかったわ。私は連城さんから離れません。お嬢さん。伝蔵、どこへ行く？所用で江戸まで。その海中の訴状渡してもらおうかな。やっぱりな、大方そんなことだろうと思って待っていたのだ。よし、やれ。行き先は分かりませんな。今夜のところはお帰りください。おお、赤垣は留守か。で、ご貴殿は八王子同心大木半左衛門。赤垣に会いたかったら一緒に来るんだな。なるほど、それは理不尽だな。娘の婿になる男を赤垣の手下が闇討ちいたしたの。武士として断じて許すことはできん。山田殿は上様のお試し御用とか見届けていただけるかな。分かった、立ち会おう。奴はおそらく上州屋にいる。お主に切られても仕方のない奴だ。しかし獄内での人情切腹は覚悟の上であろうな。もちろんです。武士として上様にお仕えする道もなく、このまま朽ち果てるより、せめてご政道を曲げる輩を突き伏せて潔く腹を切る覚悟、よろしくお願いいたす。赤城十右衛門おるか。八王子千人槍同士、大木半左衛門、娘婿の仇討ちに参った。尋常に立ち会ってもらおう。ご貴様、よいか、ひっ捕らえろ。大木半左衛門、血迷うたか。朝右衛門、切腹覚悟の仇討ちだそうだ。俺は止めんぞ。一騎打ちと思ったら卑怯な。よし、来い。構わぬ。聞け。上様、貴様何奴だ。闇の将軍だ。赤垣十右衛門、上州屋喜十郎、貴様たちの悪行は全て知っている。覚悟しろ。おい、待て。貴様のやり口が気に入らん。汚すぎる。喜十郎と赤垣十右衛門は捕らえられ、上州屋は全ての財産を没収の上遠投。赤垣十右衛門は評定所において切腹の沙汰を受けた。二人の処分が終わった頃、大木半左衛門は吉宗に呼び出され江戸城へ参内した。大木半左衛門、表を上げ。はあ。半座、その方に頼みがある。は？日光山の山火事を防ぐため、日光山火消し番役所を作ることになった。この任に千人槍同心を向けようと思う。その方にその指揮を取ってもらいたい。では、恐れ多くも権現様の庇護、私どもにせよと。そうだ。日光奉行とは別に山火事から東照宮を守ってもらいたいのだ。上様、やってくれるか。はっ。一命にかけて頼むぞ半左衛門。はは。このお役は名誉あるお役目じゃ。よって上様より千人槍同心全部に新たに500石加増、また薬料もそれぞれに下される。ありがたくお受けするように。ありがたく増大つかまつります。千人やり同心どもの長年の念願、積年の悲願、このような光栄ある任務を仰せつかることで達せられました。夢のようでございます。ありがたい幸せにとっちます。この時から八王子千人槍同心は日光山火消し番の大任を果たすこととなったのである。それじゃあ大木の旦那にご挨拶を。旦那、頭、め組の方々、本当にありがとう。わしと源太郎は明日日光へ参ることになった。伝蔵と里のことはよろしくお願いします。よろしくお願いします。後のことはあしらに任しておくんなさい。大木の旦那、源太郎さん、日光のお山しっかり守っておくんなさいよ。はい。江戸の町はあっしらが守ろう。こんな嬉しいことはね。お前さん、湿っぽい話はよしにして、もっと陽気にパーッとやりましょうよ。パーッとね。私が先にやろうか。ちょっと待て。お前がやるの、俺がやるよ。分かってよ。いや、早くやんなよ。よし、分かった。それじゃあ、失礼ですけどやらせていただきます。待ってました。どうぞ、楽にしてください。旦那、ごめんなさい、どうも。皆さん、どうもお粗末ですが、やらせていただきます。めでためでたや、あめでたや、今夜の座敷は座敷、鶴と亀とが舞いあそう。上様、上様からいただきました紬で仕立てましたが、ちと派手でございますかな。よう、なかなかよく似合うぞ。何しろ辰五郎の女房の選んだ柄だからな。おさいの好みで。ああ、道理で。ちょっといささか。次回は近いうちにまた宇治へ出立いたしますので。宇治。こいつ、お茶壺道中だな。では、お言葉に甘えてこれにいっぱい詰めてきていただきましょうかな。この銀の大壺一杯の茶の葉で、どれだけ儲けがあるというのだ。勝谷、俺の顔をよく見るんだな。野郎、はめやがったな。許しぞ、唐沢源兵衛。神妙にせい。幕閣の重職にありながら、その職を汚し、民百姓の切なる願いと心の訴えを知ろうとして設けた目安箱を悪用するとは許せん。次回、恐れ多くもお茶壺道中、どうぞご期待ください。